サジッタリオは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート二番艦。艦名はイテザに由来する。サジッタリオは、リユーニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され、1976年2月4日に、寄港、1977年6月22日に、浸水、1978年11月18日に、収益する。1990年代に、 サトコム衛星通信装置や SPS-700 ニコラ水上レーダーなど電子兵装を中心に近代化改修工事が行われる。2005年10月31日、ラスペツヤにてイタリア軍艦としての最後を迎える。クイニョネス。ペルー海軍ではカルバハル級フリゲートに分類され8番艦となっている。艦名は ペルーエクアドル戦争において活躍し、神風的戦士を遂げた補正クイニオネス、ゴンザレス空軍大佐に由来する。ペルー海軍は1970年代から1980年代にかけて旧式化した艦艇の更新を目的としたカスティーリャ計画を進めていた。この動向に対してイタリア海軍は同系艦を売却した実績から中古艦の売却交渉が進められていた。 2005年に F566 ペルセオと共に売却され、引き渡しに備えての諸作業が進められる。2006年1月23日にフィンカンティエリの造船所において、ペルー海軍に引き渡され、クイニョネスと命名され近代化工事が始まる。2007年1月22日にペルー海洋において新たな任務に就く。ありがとうございます。